前髪なんか違うね。そう、今日はね、メイクさんメイクだったので、撮影でメイクも激ナチュラル。でもやっぱメイクさんにメイクしてもらうとなんか全然違います。すごい。うん、うん、うん。ナルドさん、え、かわいい。スメイクガラスさん、これ何？すごい、なんかクマ。こんなキャラいるの？スミックガラシ、かわいい。クマタワー、ありがとうございます。ナルドさん、スミックガラシのクマタワー、前回のリアクションすごく可愛かったのでまた投げました。やん、ありがとう。クマかわいい。見たことない、こんなスミックガラシのキャラクター。だってすみっこ感ないよね、これ。これすみっこによるん、この大きいクマが。でもかわいい、なんか仲間たちとね戯れてかわいいです。ありがとう、ナルドさん、ありがとうございます。ね、真ん中感、すみっこ感ないよ。まあ人それぞれですね。配信ではセンターにいる。そう、私もね、私の端末にもここにいる。雪だるま作る人ですか？雪だるま作れるぐらい積もってて、ちっちゃい頃は作ってましたけど、でも人生で本当それ全然両手に収まる鍵盤は作ってるか。でも両手、うん、片手以上は作ったことありますね、多分。でもそんな大きいのは作ったことないです。そんな大きいのが作れるほど積もることがないから。そう、ちっちゃいやつ。私は、うん、西尾さん、築城ありがとうございます。西尾さん、築城ありがとう。いい、ありがとうございます。お城が立ちました。うん、石田城建設。そう、私は結構雪に関するスキー、スノボとか、あとはあれよ、鎌なんだっけ。星になってる鎌倉か、あってるよね。そう、鎌倉とかも入ったことない。ソリはあります。ソリは雪が積もった時に公園でやりました。なんでソリを持っとったんか分からんけど、そう、多分友達とやりました。鎌倉入ってみたい。雪合戦経験はあります。
中学校の時に帰り道とかでやってたけど、そんな綺麗な雪じゃなかったから、真っ白みたいな感じじゃなく、なんか水っぽいべちょみたいな感じだったから、そうあんまりね美しい雪ではなかった。そうじゃけんね、北海道とか秋田その仕事で行けるのでめっちゃ嬉しい。めっちゃテンション上がるもん。でも今年はスノボしたいです。これ毎年言ってます。そうしたことないし、そうでも毎年言ってるんだけどね、行動力がないのでね、でも行きたいですね。スノボをしたいっていう願望もあるんですけど、あのブランコみたいなやつ、あのウィーンってさ上げてくれるエレベーターみたいなやつ、エレベーターみたいでもあるしエスカレーターみたいでもありますよね、あれ。そうリフト、リフトに乗りたいですね。そうリフトに乗ってみたいね。怖いんあれ。確かに結構な高さまで上がるってこと。なんか私基本的にスポーツは自信がないんですけど、でもスノボはなんかわかんないけど根拠のない自信があります。なんかスノボってさ体幹とかバランス力が大事そうじゃないですか。瞬発力とか腕力とか球技のセンスはないんですけど、バランス力とか体幹は自信があります。そうここでねダンスで鍛えた体幹を発揮したいと思います。片足でずっと立ってられる、立ってられる気がする。結構そうなんか無謀のサビで無謀の夢は喋ることがない、まぶたならずっと焼き付いてる、叶うことない願いだからこそ手を伸ばし続けられるのところで、片足立ちになって足をプランプランするんですよ。そこがもう私は意地でもあのこれでよろけたら私はこの瞬間に死ぬっていう気持ちでやってるんですよ。でもたまに私だからたまに命落としてるんですよ、そこで実は。そう
実は年に何回か命落としてます私。私は割と極端な考え方をするので、なんかこれができんかったら私は死ぬって思い思うようにすることが多いです。でもそれはなんかできるようなこと、できるかどうか分かんないようなことではその条件をやんないんですけど、今日中に、あ、何？今日は絶対に何時までにお風呂に入らないと私は死ぬとかっていう考え方をして決めてます。そう、確かにストイックなのか甘いのか分かんない、厳しいのか甘いのか分かんないって感じなんですけど、そう、まあ絶対できるようなことで追い込んでますそう、てかね、私本当に自分の眉毛、メイクしてる時に眉毛描く分の眉毛はすごい納得がいってるんですけど、その後喋っとったり笑っとったりした時の眉毛の形とか、写真で撮った後の眉毛の形が本当に気に入らなくって、なんか自分が思い描いて描いた眉毛の形、一番最初にメイクの時にと全然違う形になってるんですよ。でそれが本当に嫌なんですけど、メイクさんに眉毛描いてもらった時って本当にね超最高って感じなんですよね。今日の眉毛ねめっちゃいい感じ。なんか私は平行眉にしたいんですよ。平行、こういう感じにしたくて、自分で描く時も平行になるように、私割とすっぴんから眉毛がちゃんとあるので、足りない平行になるために必要な部分だけなんか追加してる感じなんですけど、なんか自分でそれやるとなんかね、なんかこんな感じなんだよ。なんか蜂の、なんなんだろう、なんかカクカクみたいな、悲しいでも今日はさ、もうなんかめっちゃ笑っても、なんかどんな顔してもどんな顔しても眉毛が納得いく眉毛だから、本当にすごいすごいです、メイクさん。そう、今日はみちょを飲んでるんですけど、初めて飲む味のみちょを飲んでます今。ドド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 ドじゃん、レモン味あたかもクイズをしてたからのような発表の仕方。そう、レモン味飲んだことなくって、みちょ前から存在をしてたの？え、わかんない、私見たことなくって、でも最近ドンキで見かけて、そう、でも美味しいです、めっちゃ。
行く前は桃味を飲んでました。なんか普通に座っとるのにさ、左足がしびれる。今左にこうやってさ体重かけとるけんかな。え、絶対そうよね。配信するとき左足がねしびれるよね。え、絶対そうじゃん。あと今日はもう一個お気に入りを持ってきました。じゃん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 。チーズチーズのモノマネ。私のモノマネのレベルなんてこんなもんですよ急に急に珍しくモノマネでネガティブになってる。そう、これはお母さんがねめっちゃ、ね、好きなんよ。このこれコストコのいちご味のチーズなんですけど、そう、これめっちゃ美味しいよ。チュン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 、タラーじゃーん、こんな感じ。うまそう。いただきますボーノ、うま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 いです。おいしい。うん、みちょ全部で9種類ある。え、教えて私はもうかなりみちょマスターだと思います。みちょを何年間も長らく愛してきました。本当に本当にずっと飲んでる。カラマーシー飲んだことあるよ。カラマーシー、ザクロ、桃、レモン、なんかあるっけ、みかん、パイナップル、いちご、あ、マスカット、あと何がある、あと一個じゃない。あ、グレープフルーツも飲んだことあるよ。え、梅とリンゴが出たの飲んだことない。待って、悔しい。でもそれ以外は過去新しく出た、新しく出たのかな分からんけど、梅とリンゴ
以外は飲んだことあります。え、梅絶対美味しいじゃん。なんかロケで梅の原液みたいなやつ買ったんですよ、自腹で。その時でそれ炭酸で割って飲みよって、めっちゃ美味しかったよね。いつだったっけ、もう4年前とかだと思う。ほんまに美味しくて、梅の炭酸ってめっちゃ美味しいなってね、その時思いました。なんかたまにさ、三ツ矢サイダーとさ梅のやつ出るじゃないですか、あれ大好き。梅のやつ飲んでみたいな、絶対美味しいじゃん。うわ、左体重になっとった。持ってみた。やっぱライトがこっち持つ方がいいね。みちょ飲むと体柔らかくなった。そんな効果あるの？それはあんまり感じたことないかも。うわめっちゃ痺れてる今。ねえ、私配信中本当によく痺れるよね。多分左体重になってるのとずっと同じ体勢でおるけんだと思う。あぐらかいてるの？いや、普通にね、足伸ばしてちょっと左体重になってました。今は体操座りしてます。左足だけしびれています。でも今結構ピーク超えた。てか、あの重大発表するんですけど、あのコメント欄の大きさ変えてません。変えてないし、コンタクトも取っとるのに、こんぐらいなら見える。これ意外と近いんですよ。こんぐらいが10センチだとしたら10、20、30。30センチぐらいしか。いや、30センチも絶対空いてない。30センチもの差し絶対入らんもん、この距離に。手の1個と半分ぐらいの距離なんですけど。ちょっと近いんじゃけど、でもこの距離なら見えますね。あ、確かに、あと携帯大きくしたけん、それもあるかも。一気に7個ぐらい見える。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、6個ですね。あ、まあ、7個目も見えるけど、なんかマークと重なってあんま見えんって感じ。横、今横なう。
なんかほんまに画面大きくしてよかったなって思います。私、まあ、配信もするし動画をめっちゃなんかいっぱい見るけん、そうよかったなと思う。でもレッスンの時に携帯持ってレッスンするんですよ。立ち位置見たりメモしたり、あとマイク代わりに持ったりするんやけど、その時に今までだったら普通にマイクの持ち替えの時の感じでスマホ持ち替えも踊りよる最中にできたんやけど、スマホ大きくなってからはこう片手でさ持てんけんさ、なんか持ちにくいけんさちょっと難しくなりましたね。でもまあ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 、今ハマってる動画ありますか？ありますよ。今というか昨日の新幹線の移動で見始めて、でもうあのシーズン2の最後の方、あ、最後の方じゃないかな、わかんない、結構ん最後の方じゃないか、もう結構あれ最後の方かも、いや最後の方だ今テラスハウスを見てて、でもさテラスハウスって私たちが中学生ぐらいの時に多分なんかボーンってなったイメージなんですけど、私今まで見たことなくて、そう、でも友達と会った時に友達がネットフリでテラハ見るのにハマっとるって言われて、えマジでおすすめやけんってめっちゃおすすめされたんですよ。でその友達に一番おすすめされたのが軽井沢編わかる人いるかな、多分2017年とか2018年とかぐらいのやつなんじゃけど、もうそれを見始めたらめっちゃ面白くて、なんか私あの勝手なイメージでテラスハウスはすごいあの恋愛ものっていうイメージがめっちゃ強かったんですよ。もう恋愛ものっていう感じのイメージだったんですけど、なんか全然そんなことないじゃんと思いました。まあ、その恋愛的な要素も普通にあるけどってよりもなんか人間性みたいな、え、そう人間ドラマみたいな、え、なんか、え、待って、私のあれかも私の感じ取り方と、あと今の軽井沢編の私が見てる場面までが割とそこまでそういうのがないのかわかんないけど、なんかこういう人もいるんだみたいなドロドロした感じ、いや全然ドロドロしてない、え、分からん、ものによるんかもしれんけど、なんかこういう人もいるんだっていうのがめっちゃ感じるし、でそのさミオってその生活してるところを、でその生活してるところを見ながら自分がえこれどういうことって思ったり、んこれはなんだって思ったことをちょっと経ったらそのスタジオにいらっしゃる芸能人の皆さんがあの超あの感想を言うんですよ、突っ込んだり、それが本当に面白いですね
それが本当に面白すぎてすごいってなりました。おもろーってなりました。そう、本当に面白い。だから新幹線でね、昨日も今日も見てましたね。そう、本当にツッコミが面白すぎて、そう今ハマってますね。京好きとか見る？え、昔見てました。京好きとか狼ちゃんとか、そのアベマ系の恋愛リアリティショー見てました、学生の時。オオカミちゃんはふーちゃんと毎週一緒に見てました。ふーちゃんちの iPad でマジで毎週の楽しみにしてた。なんかそういう恋愛リアリティショーを見てたから、テラスハウスも恋愛要素ばっかりだと思ってたんですよ。だから想像してたより全然違くてびっくりした。そう、アベマで感想言ってませんでしたっけ。言ってた言ってた、あのソラハちゃんとアベマ TV さんの番組に定期的に出させていただいてた時に、恋愛リアリティショーの見てた時の話とか、その場面の映像とか見て、そうありましたね。ネットフリなら愛の里っていうのも面白いらしいよ。そう、それ見たんですけど途中で止まっちゃってますね、私。割と 2,3 話ぐらいで。バチェラーとかも見たことないです。でも面白そう、めっちゃ話題になってますよね。なんか私前もちょっと前も話したんですけど、最近お母さんとご飯、そのお父さんが仕事でいない時に二人でご飯食べる時に、毎回ネットフリで見たい映画探して、そう半分ぐらいまで見て、また次の二人のご飯の時に半分ぐらいまで見るっていうのをやってるんですけど、今日はあれ見ました、マスカレードナイトホテル。そう、の多分一番最新、混ざってる？合ってない、マスカレードホテル、マスカレードナイトそう、申し訳ありませんでしたマスカレードホテルか、失礼いたしました。それ今半分ぐらいまで見て、そう止めとんやけど、めっちゃ面白い。
めっちゃ面白い。そうキムタクさんと長澤まさみさんのやつ。そうなんか事件をがホテルの中で起きて、それの犯人を見つけるっていうやつです。うん、楽しみ続きが。皆さんネトフェにあるおすすめの映画教えてください。なんかザ恋愛映画みたいなのはちょっとムズムズするというか素敵だと思うんですけど、若干ムズムズしてしまうんですよ最近。少女漫画を映画化した感じだから、その前も話したけど信長コンチェルトとか、あでも花壇とかはそう好きとか、あとこういうマスカレードホテルみたいなそういう系で何かありますか？ベイビーワルキューレがおすすめです。なんか聞いたことある、でも全然わかんない、どんなやつ？赤ずきん途中で止まってしまっています。そうですね、邦画が気分かも、お母さんと見るってなったら。あの夜ご飯食べるのにいい感じのそうご飯時に見れる感じのが知りたい。洋画見ないんだっけ？洋画見ないですね。洋画でもなんか見ないぜって感じなわけではなくて、なんか映画館で見るとかなら洋画結構見たことあるんですけど、そのディズニー系の。でもネットフリで見るってなった時にあんまり集中力が持たなくって何かをしながら、若干何かをしながら見たりしたいんですね。そうだからあんま選ばないかも。
飛んで埼玉見ました。そう、面白かった。あ、今日あったの？それは知らなかった。ネットフリにあるやつ見ました。ほえてか、やっぱメイクさんにメイクしてもらうと全然違います。本当に今もう朝メイクしてもらったけん、めっちゃ時間経ってるし、もうでも時間経ってると思えん感じだし、こんなにナチュラルメイクなのになんで漏れるんだろうって思います。本当にすごいと思う。リメイクとは違うし、もし私のメイク道具を渡してこれでメイクしてくださいって言ったとしても全然違う仕上がりになると思う。メイクさんって本当にすごい。私ナチュラル、このメイクができるんだったらプライベートこんぐらいナチュラルでもいいかもと思うぐらい。だいぶとかはね、もうちょっとパキッとさせたいけど、眉毛がでもかなり違う気がする。眉毛と肌、リップすらなんかよく見える。リッパー塗り直したけん私のやでもリップ最近買いました。ヒンスっていうブランドのかわいいやつ、それは気に入り。やっぱり左重心なのが原因じゃわ。こうやって持ったらさ、全然何左重心ならんけんしびれんわ。うん。
うん、腕しびれん。え、腕ってしびれるもんなん？うん、今携帯持ってる、携帯持ってるというか、あの棒に携帯つけてその棒を持ってます。あ、そっか、腕しびれる か、 なんかこうやって寝とったらしびれるよね。そっか、私はもう圧倒的に足がしびれるけん、足がしびれるイメージがあった。え、なあ、嬉しいから読もう。これちょうちゃん生で見て初めて人から出るオーラ感じた。拍手、イエイ。嬉しい、何それ、もっと言って、嬉しい。あ、ウケる、そういうこと、何色のオーラ。あ、そういうオーラ。おもろ。アイドルオーラとかじゃなくて。嬉しい。あ、アイドルオーラでした。イエイ。やったん。私はもう本当にオンオフが激しくって、この前衣装さんに、ちよちゃんって普段すれ違っても絶対気づかない自信あるみたいな、あの切り替えがすごいよねって言われて、それディスってますって言いました。でも自分でも本当に思います。なんかオフってる時はすんごいオフだし、でもそのライブとか写真撮るよってなった時はパッとね、自信じゃない、自覚ありますね。そう、いいことなのか悪いことなのかよくわかりませんが。確かにね、ギャップ前配信の時はオンなの。配信はオンもオフもなんかない、なんでしょうね。うん、ニュートラル、そう、ニュートラル、ニュートラルってなんだっけ。でもなんか多分それ、あ、そう、普通、中間、
ですかね。そうだね、自然体ですね。え、分かったよ、車にもあるよね、ニュートラル。見てなんかすごいアホの子みたいだった。ここにクッション入れてるんですよ。じゃけん隙間あるけん大丈夫かと思ったら思ったより近かった、壁。ね、ニュートラル。うん。君は完璧で究極の愛だ。一番星の生まれ変わり。完全な愛。皆さん MBTI だっけ、診断したことあります？そう、なんか性格診断みたいなやつで、そう10分ぐらい質問答えて、で自分があなたはちゃん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 ですみたいなやつ。なんか何回か定期的にしたことあって、で最近久々にやったんですよ。そしたら今まで ENFP だったんですよ。待って多分でも最近変わって ENTP、 え、ありますそれ、多分これになりましなったんですよ。え、待って、違うかも。え、待って、あー、ちょっと違うかも。ちょっとね、英語4文字覚えるの難しいからね。でも黄色いやつ、討論者ってやつ。え、違うかも。え、ちょっとさ10秒待っとって。違いましたENTP じゃなかった、新しくなったの。あれでした、 ESTP、 起業家みたいなやつ。ESTP 調べたん、いやスクショしとったんよ、忘れるけん。でいろいろ見よって、もうなんかほんまにそれなって思うようなやつばっかりで、そう、じゃけんみんなもうやってみてほしい。そう、なんかなんて書いてあったかあんま覚えてないしんだけどでも確かに確かにってね思ったんですよね。
そうやってみて。そう。そうだから起業家ってことはね、株式会社石田起業家ってさ、あの企業を始めるってことでしょ。株式会社石田大成功するかもしれないよ。入社します。いやこっちが決めるんでもう厳選に厳選してもうハーバード大学卒を雇います。ハーバード大学卒。みんなの周りにハーバード大学卒の人いますか？周りじゃなくても近所の友達のお母さんとかそんぐらいのレベルでもいたりします。え、会社にいました。知り合いの知り合いならいる。でも何人かいる。すごいね。でも人間ってどの人間でも5人ぐらい間を通したらたどり着くんだって。外資だと結構何にあの例えばあのダウンタウンの松本さんにの何電話番号、電話番号なんていうの、なんかと知り合いの人にたどりダウンタウン松本さんにたどり着くには私から、私含めて5人か私含めず5人か忘れたけど5人間を通したらたどり着くの。そう、水曜日のダウンタウンでやっとったし、この法則ほんまにあるらしい。そう、私だったら私が STA のお偉いさんにまず言って、で STA のお偉いさんから秋元康先生に行って、秋元康先生からそのまま行くのか、なんかどこかを経由していくのかわかんないけど、そういうのでもう誰でもつながるらしい。すごくない？なんかその水曜日のダウンタウンの企画でも普通にその辺街中を歩いてる人から始まって、そのほんまにすごかったよ。街中の人から、ちょっと忘れたけんうろ覚えで言うけど、なんかテレビ局どっかの誰か友達がテレビ局に勤めたるみたいな人につながりからの、テレビ局の人がそのマネージャーさんとかなんか誰かを経由して経由して誰かに行っとったんよ、芸能人さんに。でも確かにそういうあれだったら確かになんか
誰かから誰かに繋がると思って、そうすごいと思いました。そう、すごいよね。そう、ためになったね、すごいよね。ちょうちゃんもトムクルーズとつながってるかもね。そうだよ、一丸に接点ないですとは言えないですよ。だから皆さんも言えるか言えるな、奥深いよね。確かに見てで秋元先生は強すぎる。本当にそうね。本当にチートやもんね。これで日本人の大抵の人は私3個か4個ぐらいでたどり着きそう。48っていうか秋元先生系のアイドルはチートですね。チートのルートを持ってる。確かにイン踏んでるチートのルート、にゃん。すごいのが発覚したところでそろそろ終わりたいと思います。ランキングを読みます。20位ふうくろさん、19位世界へさん、18位ヤッキーザラ大好きマンさん、17位岸本タクシーさん、16位ジムジムさん、15位にゃーさん、14位ヌヌスクさん、13位宮川和幸さん、12位台湾のジュンさん、11位キョンシーさん、10位おいでます元気さん、9位ガンスくんさん、8位グリオティーヌさん、7位ケイセキさん、キーセブン、6位サンキュー青い鳥さん、5位まさひろさん、4位花丸さん、3位東京のスワンさん、スリースリー、2位西尾さん、ツーツー、力
上もありがとうございました。そしてそして第1位はピラヒュン、ナルドさん、イエーイイエイイエイエイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。この隅っこじゃないクマタワーもありがとうございました。ありがとう、配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあ今日はメイクをいい感じなのでスクショタイムして終わろうと思います。眉毛、皆様ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ、おやすみなさい。